はい、おはようございます。知覧島の人でございます。はい、セカンドステージも3つ目となりました。ここはどこかというと、あ、はい、いないですね。少々お待ちください。はい、では今から撮りますよ。はい、恵那橋下り線、上りは、そうですね。まあ、上りは、次回のサードステージということにしておいてください。はい、プラットパークですよ。上りは、多分同じような内容なので、で、なしといたします。はい、恵那橋下り線ですね。ここはどこでしょうか。さっきの言い出しは恵那橋下り線です。はい、しつこいですね。はい。何を食べてきたかというと、はい。そうですね。選択制の食堂で、ご飯を食べてまいりました。選択制というのは、いませんが、小皿をお盆の上に乗せていくタイプのものです。言ってみれば簡略化したバイキングみたいなものですね。はい。で、食事を取ってまいりました。で、ここの土産はと言いますと、はい。ここの土産は、そうですね。はい、信州のリンゴがメインでございました。他にも信州の信玄餅だったり唐揚げだったりきしめんがあったりもしました。はい、ウプ主ももう前の三坂パーキングエリアというところで蕎麦と頬張味噌と野沢菜を買ってきたんですけどね。はい、で、ここは、スターバックスもありますね。で、スナックとショッピングコーナーは24時間営業なんですね。レストランは7時から10時までです。22時までとなっております。ここは入り口ですよ。はい、プラットパークの入り口でございます。こんな感じになりますかね、今回は。大変ですね、今日も。はい。それではここで、失礼させていただきます。ご視聴、ありがとうございました。